続いてはミルクボーイ。どうもありがとうございます。普段住職さんが乗っているバイクいただきましたけどもね、こんなん何本あってもいいですからね。いや、聞いてないけど、うちのお母さん好きな芸能人の名前忘れてもう。じゃあ特徴を言ってみてよ。なんでもなんかあの大女優さんで、あの医者のドラマの主人公とかもやってるみたいな。ああ、その特徴はもう完全に米倉涼子やないか。私失敗しないので。じゃあ僕の角刈り直してくれる？いたしません。ちゃぶ台ひっくり返すよ。うちのお母さんいいね、米倉涼子ちゃうよね。ほな米倉涼子と違うか。もちろんガンが言うには、なんか大ブレイク中で関西弁を使う2015年にもう入籍してたっていう女の人らしい。ああ、その特徴はもう完全にファーストサマーウィンカーやないか。ほんまにアホちゃうか。ああ、ありがとうございます。関西人の煩悩の塊いただきましたけどもね。ぐだ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 言うてるとチャーシュー巻いて帰っとるで。それ以上発言したら俺は動くよ。ちょっとお母さんいいよ、ファーストサマーウイカちゃうよね。ほな、ファーストサマーウイカと違うか。うちのお母さん言うには、あのヘンテコな日本語を使うモデルさんらしいよ。その特徴はもう完全に滝沢カレンやないか。大正解。滝沢カレンでした。うちのおとんが言うには、おとん梅沢富美男ちゃうかって。全然違うやないか。何頼みやら、さっぱり。どうも、あっちゃどうも。稲垣さん、我々の漫才どうでしたか。Yeah.